結婚後もお仕事を続けてください。ただし晩婚の層があるんですね。早く結婚しないと結婚運が巡り巡ってこないんですね。だからまだお若い方でしたら結婚 してればそれでうまくいくんですけれども、ちょっと晩婚になりやすい。 あともう一方、しょうちゃんさん、はいはい、総画数が16で4画になるんですね。で、常に周りを気に使う優しい人です。で、彼は鳥年で虎の月生まれ。鳥年の人はお祭りや集まりが大好きですが、2月の虎の性格が遅くなっても必ず家に帰るような家庭的な面があるので、家庭をもっといい父親、いい夫になります。で、今回の質問は恋愛運なんですけど、恋愛運は華やかな恋愛を期待していいと思います。一度惚れるととことん惚れて大事にする人です。若さの恋愛を楽しんでくださいと。まあ具体的にいつどうとか聞かれれば答えられるんですけど、それがなかったんでちょっと端折ってしまったんですけれども、以上です。なるほど。ええー。あ、既婚者っていうことはもうあれですね、大事に家庭持てるから。BSK さんですね。ええー、大丈夫です。うんうん。なるほど。翔ちゃん頑張れ。頑張ってください。結構モテると思いますよ、翔ちゃんは。あ、どうやら誕生日を間違えたと。え、誰が？ESK さんの方。ESK さん、何年の何月ですか？いいのか。頑張れ若者。羊年の10月、うん、あ、羊の10月だったら全然違ってきちゃいますね。まあ総画数の方はさっき言ったことなんですけど、羊の10月っていうと犬の性格が入ってくるんですよ。で、羊っていうのはもともと、やっぱりさっきと同じように紙を食べるってところなんですけど、うん、犬っていうのは、人を支配する、羊飼いも犬を連れてますよね。うん、それで、同級生の間では結構仕切っていたりとか、親分肌のところが出てくると思うんですよ。で、この方はね、結婚したらすごい家庭大事にするから、もう結婚してるということなので、その家庭を大事にしていけば幸せになれます。じゃあ若干結婚が早かったかなと思うところがあると思うんですけど、それはそれで下手するといかず後家になっちゃうんですね、羊年って。それがなかったから、それがすごく幸せだと思います。で、10月生まれっていうことで見ますと、犬の月なので、お子さんにも結構恵まれると思いますよ。で、今人口も少ないしね、まあ、子供育てるの大変ですけども、ちょっとここは頑張って何人か、ね、大事に育てていただきたいと思いますね。そうですね。コメントでもありますけども、末永くお幸せにということで。そうですよね。すでにお子さん2人。あ、2人もいるんだ。へぇ。でも、犬年はほんとね、犬の月っていうのは10月なんですけど、うん、10月生まれの人っていうのはほんと家庭的な人が多いんですよ。ほぉ。うん。だけど、それで羊の性格を持ってるっていうと、人を裁くのもうまいと思うし。うんうん。ただ子供にね、羊って毛を刈るとごっそり持ってかれるでしょ、体が半分になっちゃうでしょ、うんうん、だからまあそれでお子さんにちょっとお金かかっちゃうかなって感じはしますね。だけどそれも幸せの一つですから、頑張ってください。なるほど、はい、そういうところがあるんですね。ええー、で、さっきですね、ちょっとコメントでちらっと大変でしたね。大変でした。メッセージなんかでね、やり取りっていうこともありですしね。気になった方はですね、前日本の放送部まで、どうぞ、おいでくださいませ。おいでくださいませ。してください。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。200人いたのかな、さっき覗いたら。そうです、200人ぴったり、ね。ぴったりです。気持ちよく201人目になってくださる方、お待ちしてます。どんどんね、来てくださる方、はい、本当に大変なことになっておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
それから引き続きなんですが、水曜日の告知、いろいろと今やっておりますけども、告知させていただきたいと思います。はい、まずはですね、ずっと、各週でやっております、書道でポン。はい。はい、こちらはですね、我々、およびリスナーの皆さんにですね、お題を書いていただいて、こちらも放送部に、全部放送部のトピックになるんですが、そちらに、はい、投下してくださいということでお願いしております。はい。来週8月3日のお題が、寄り道。寄り道です。はい。夏休みの思い出とか、いろいろありますからね、寄り道には。夜は、うかんむりの。うかんむりの、台って書いて、か書いて、夜に、ひらがなのりに、道は道路の道で、道。で、こちら筆ペンでも OK です。で、万年筆でも OK と。はい。ということで、こちらでですね、写メを撮って、どんどんと投下してください。で、ネタ投下もお待ちしております。はい、絵でも結構ですよ。みんなで楽しく。結構ね、うん、すごいことになってますからね、最近。そうですよね、もう。もう本当うちのレギュラー化してる人もいますし、ネタをネタで返されたっていうちょっと悲しいことになりました、私。はい。多分後で見たら大爆笑かと思いますけどね。寝起きでやられたっていう。それからですね、水曜木曜マイスプ、動画紹介トピでございます。はい。以前ね、火曜もやっちゃうのかよという番組をやっていたんですが、そちらが今休止になりまして、はい、その動画紹介っていうのね、ちょっとこちらの方でも引き継ごうかなと思ってですね、特に見てみたんですが、はい、水曜日ってどうしても政治色を、出さないというかね、ほぼゼロに近い状態でということで放送しているので、はい、できれば、そういう政治色はない動画をお願いしたいということでやっていたんですけども、やっぱりどうしても前日本なので、まあそれは気づいたら、ね、気づいたら前日本なんですよ。どうしてもこう入ってきてしまうということでね、爆笑動画とかちょっとこう納得しちゃうものとかね、ああってうなっちゃうようなのを水曜日で、それからですね、政治系で、うん、なかなかこれはいじり合いがあるなというような動画はですね、木曜日の方でやってくださるということで、はいはい、木曜日も私出ておりますのでよろしくお願いします。はい、なのでいじって OK っていう動画をですね、どんどん動かしていただければと思っております。お願いいたします。それから、新しく作っちゃいました。あまりにも寂しかったので、占いトピを作ってしまいました。毎月水曜日、占いトピ。こちらはね、秋尾さんに占いをしていただくんですが、先ほども言った通りですね、いらっしゃらない時に、占ってっていうのがあるんですよ。たまに私もどっかいなくなっちゃうんで。そうそう。旅に出るのが好きなんで。なので、事前にある程度、いついつの放送聞けますよとか、今日の放送聞けるのでお願いしますとかね、方がいたらですね、こちらの方に、投下していただこうかということで。そしたら、ちょこちょこと書いて、うん、ちょこちょこお答えしますので。そう。ただ、ちょっと一つだけ。お願いがあります。一般リスナーさん優先になりますので、その後でということになりますけども、占いをさせていただきます。でこちらの方にもね、詳細書いてあります。ハンドルネーム、それから生まれ月、お誕生日だともっと詳しくいけます。であと占ってほしい事柄をお書きください。で、占い項目は一つだけという制限はありません。はい。水曜日の放送を聞ける方はいついつの放送を聞けますよ、あるいはですね、今日の放送を聞けますよと書いてくだされば、その放送の時に、後半の方でお伝えすることができると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、
2人でやってまいりましたけども、いきなり1時間超えていた。ああ、今日はちょっと頑張りすぎちゃったな。でも、あと2人来てくんないかな。あと2人。あと2人。なんかね、さっきからチラチラとなんか占ってみたいなのがね、チラって出てきたんですけども。まあ、これは、ですよね、来週だったな。ケールさん。真剣に占いしてる時ピョコピョコ出てくるから何かと思っちゃった。はあ、ね、スタジさん劇場がって書かれてますけどね。スタジさん劇場面白いですよね。うん、ネタをネタで返された私はどうしたらいいんですかっていう、あの、寂しいなあ。初見さんいらっしゃいませ。こんな時間に、いらっしゃいませ。こんな時間ですいません。最後にもうほとんど終わりなんですけどもね。ええ、はい、あの基本的に、はい、あ、なんか皆さんが説明してくださってます。ありがとうございます。優しい。みんななんか定着してくれてありがとうございます。そしてなんと、総来場者数が300人超えました。超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。2人だっていうのに。なんということだ。やっぱ日記とかで拡散した効果があったのかな。頑張ったな。頑張りましたね、占い大会ね。まだあのやらかしそうな気がしないでもないですけどもね。うん、うん、あのその時はまたあの日記の方であげたいと思いますので。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、音声バランスがあって。そう、来場者数ですね。ええ、はい、なんか大変なことになっておりますけど、なんか終わる頃に来て入ってきた方がいっぱいいらっしゃって、また来週っていう感じで、うん、たまに、いやいやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです、すごく。そうです、総コメント数560を超えましたしね。そうですね、うん、ということで、そろそろ終わりということになりますので、はい、はい、ということでまた来週よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして明日は毎度関西が、22時から、はい、こちらもよろしくお願いいたします。800でありますのでよろしくお願いいたします。はい、ということで本日のパーソナリティは秋代と桃吉と配信のぶさんでお送りいたしました。ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。